3D モデルキュベレー、またはキュベレは火星と木星の間にある小惑星帯の小惑星。メインベルトの中でも木星と1、2の軌道共鳴が起こるカークウッドの空撃より外側を交点しているキュベレー族、またはキュベレー群と呼ばれるグループの代表的天体である。1861年3月8日にエルンストテンペルによってマルセイユで発見され、 ギリシア神話に登場するキュベレーにちなんで命名された。なお、小惑星の名前については、ラテン語式に、キベレと表記されることも多いが、グループの名前については、キベレ族と表記されることは、ほとんどない。炭素化合物を多く含む CE 型ないし、ピリ型の小惑星で、表面は暗い。1979年10月17日に、 ソビート連邦領内でキュベレーによる構成の遠平が初めて観測された。観測結果から導かれた直径は 230km で IRSAA による実測値 237km に極めて近い。また、この遠平の観測によって差し渡し 11km の衛星が存在する可能性が示唆された。2006年2月には、 日本の福島県で遠平が観測された。ありがとうございます。